ごめんね、なんか同じお祭り2回も。小さい神社だし回り尽くしちゃったよね。でもさ、その思い出なしじゃダメだなって思ってさ、昨日のうちに言い出せばよかった。ちょいダサいね私。じゃあお参り行こう。私、実は昨日のお願いさ、今日、君が来てくれますようにだったんだ。叶っちゃった。ねえ、何お願いする？そうなんだ。私も大体同じかな。末永くってつけといた。お二人さん、寄ってかないかい？世界一うまいリンゴ飴だよ。どうしよっかな、昨日も食べたんだよね。今なら福引券サービスするよ。向こうの鳥んとこでやってるから、そっちの彼氏と一緒にどうだい？彼氏だって、そっか、そうだよね、キョドルとこじゃないよね。じゃあ、リンゴ飴2つ、私と、あと、彼の分。へい、毎度。食べたら他も回ってみよう。福引きもあるみたいだし。出たー、でっかいんだよね、ここのお好み焼き。半分ずつにする？あー、でもギリ1個いけるかな。よし、1人1個ずつ頼もう。福引き券2枚ゲットだね。金魚すくいってさ、水槽の底の方に一緒にカメ入れてるけど大丈夫なんかね。ミドリガメって小さい頃の方が魚食べたがるって理科で聞いたことあんだけど。てか金魚すくいって苦手だな、繊細すぎんだよね。はい、くじ1人1回ずつね。持ってくるからちょっと待ってな。よし、いよいよ来た、気合い入れるぞ。おい、じゃあ目つぶって引いてごらん。お兄さん残念、外れだ。でもってお嬢ちゃん力強すぎるって、今2枚取っちゃったろ。まあいいか、片方しか当たってないし、6等だから本な。この本って君ハズレなんだよね。ならあげる。これいろんな町内会に配られててさ、うち4冊くらいあると思う。2日がかりで無駄に完璧に味わい尽くしたね。こういうのもいい思い出かもね。楽しかった。あのさ、前から聞こうと思ってたんだけどさ、私日頃から肉肉って言ってるし、今日も調子乗って食べまくっちゃったけど、食べる子ってやっぱ引く？それは気をつけてる、日頃から運動とかで。今年は特に気をつけてるから、絶対嫌われたくないし。じゃあそろそろ帰ろっか。今日はありがとう、またね。